アメリカンフォックスハウンドはアメリカ合衆国原産のセントハウンド犬種の一つである。1650年にロバート・ブルックという人物がアメリカにフォックスハウンドタイプの犬を輸入したことが本種の歴史の始まりである。一部の資料ではこの犬をイングリッシュフォックスハウンドとして解説している場合もあるが正しくはそれではなく、 イギリスから輸入されたフォックスハウンドタイプの犬で、毛色もイングリッシュフォックスハウンドのようなトライカラーではなく、ブラックタンであった。それを改良してできた犬は時に作出者の名前からブルック・フォックスハウンドなどとも呼ばれる。ブルック・フォックスハウンドは足が遅くイギリスの赤狐よりもずる賢くない土着の灰色狐を飼っていたが、1700年代になると、 本物のイングリッシュフォックスハウンドが輸入されるようになり、これと同時にイギリスの赤狐も輸入され、ブルックフォックスハウンドは次第に赤狐の足の速さと狡猾さについていくことができなくなってしまった。そこでイングリッシュフォックスハウンドと医師交配が行われて状況判断力とスタミナを改善する改良が加えられた。 あとの1830年代にはアイルランドから輸入されたフォックスハウンドタイプの犬種であるアイリッシュハウンドとケディー・ビーグルが掛け合わされてさらにスピードが向上した。この他にはフランスのセントハウンドタイプの犬やバージニア州のフォックスハウンドタイプの犬種であるバージニアン、フォックスハウンドなども荒廃され現在の姿となった。 アメリカンフォックスハウンドもイギリス種と同じく貴族のスポーツのために生み出された犬種の一つであり上流階級の紳士に非常に愛されていた。中でも著名な愛好家の一人はアメリカの初代大統領であるジョージ・ワシントンで彼の飼っていたフォックスハウンドタイプの犬の1パックはアメリカンフォックスハウンドの改良に用いられ大きな貢献をしたことで有名となった。本種もイギリス種と同じく スポーツ料犬として、狐狩りを行うことを専門として用いられる。狩る対象となるのは、灰色狐と赤狐、およびその雑種である。大規模なパックで狩りを行い、狩り場までは、ハンター種という馬に乗った主人の後を追って走って、向かった。到着するとすぐに、狐の匂いを捜索、追跡し始め、発見すると仲間と協力しながら追い詰めて仕留めた。なお、 犬が獲物を捜索追跡している間、主人はハンター種に乗ったまま追跡を行う。なお、17世紀頃に白人に抵抗するネイティブアメリカンの捜索に使われていたという記述を残した資料があるが、これは間違いであったことが近年判明している。本種及び原種のブルック・フォックス・ハウンドは人を捜索するような刺激は与えられておらず。 実際に創作に用いられていたのは、カタフーラレバードドッグの先祖種などであったことが判明している。現在も多くの犬が実猟犬として用いられていて、ペットやショードッグとして飼育されているものは非常に少ない。大半の犬はアメリカ国内で飼育されているが、稀に原産国外でショードッグなどとして飼育されている場合もある。ペットとして飼育されている個体は、 やはり実料リタイア犬を家庭犬として訓練し直したものが多い。イングリッシュフォックスハウンドと比べるとサイズはわずかに小さく骨量も少なめで体重が軽い。筋肉質で引き締まった体つきをしていて足と首が長い。耳は垂れ耳、尾は垂れを。コートはスムースコートで毛色はホワイトタンや黒、白、茶の3色のトライカラーなどがある。 体高53から64センチメートル、体重30から34キログラムの大型犬で、性格は忠実で愛情深く有効的だが、勇敢で、狩猟本能が高い。家族以外の人や犬に対しても、有効的に接するが、小動物や毛の長い小型犬種に対しては、狩猟本能の引き金を引かれ、見境がなくなる傾向にある。このため、そのような動物や、 小型犬と一緒に飼育させるには、子犬の頃からそれと接させえものでないことを教えるか、自、料理タイヤ犬の場合は、厳しい訓練を行った上、別の遊びを教えてやる必要がある。しつけは、基本的に主人からのみ受け付ける。吠え声は大きくよく響き、持久力は、イギリス種と同じく非常に莫大で、十数マイルの道を走って狩場へ行き、その後5時間ほど狐の匂いを探して、 追跡し続けるほどの体力を持っている。このため初心者には、飼育が非常に難しい、喫水の良犬である。かかりやすい病気は、大型犬でありがちな股関節形成不全などがある。ありがとうございます。